内部ないと。ちょっと待て、一つはっきりさせておこう。 BOS の一員としてお前は私の指揮下にある。敬意を表してほしいなら勝ち取ってみるんだな。任務を与えるときには成果を期待している。わかるか？キャプテン、命令は何だ？回収作戦の指揮を取ってほしい。人造人間の脅威を知ってからというもの、 BOS は随分長い間連邦を監視してきた。かなり多くの偵察チームを派遣している。パラディンダンスの部隊が送られたのは最初からだいぶ経ってからだ。最後のチームが派遣されたのは3年前だ。彼らは二度と戻らなかった。公式には行方不明となっているが、死んでいると推定される。救助の任務はあったのか？もちろんそんなものはない。そういう捜索を行う資金もなければ人材もないんだ。偵察チームが実地で生き残るためには自分たちのスキルと訓練を頼りにしなくてはならない。危険は承知の上だ。しかし我々は任務に命を捧げた者たちに敬意を表している。行方不明の偵察チームを捜索し、彼らの所持品を回収せよ。そしてその成果を報告すること。いいな？どこから始めればいい？彼らの潜入地点はモールデンに近い丘だった。そのエリアを調査し、捜索パターンを確立せよ。救難信号を傍受していないか無線を監視しろ。全偵察チームには短距離用の追尾ビーコンを発するディストレスパルサーが支給されている。信号を捉えるんだ。そうすれば発信元をたどることができる。以上だ、ナイト。解散。我々の大義に賛同したのはあなた。待て。来客だ。
何？やめろ！見てはどんな？キャンプでは教えない技術だな。素晴らしい。溶けたものが固まっている。路上で奇襲された。敵の数は5倍ほどだ。バーラム、報告しろ。我が 5% まで低下している。武器を壊さないと、あいつらに。バーラム、クソ。アストリ、自爆装置を。アリス、下がれ。古い騎士に向かって、それからバンカーに集まろう。暗号はあのコールサインだ。よし、行け。ほら、早く。なんという選択。アーマーもなければ物資もない。彼らが生き残る可能性は低かった。しかし、それは正しい判断だった。テクノロジーは守られなくてはならない。ナイト・アストリン、数年前私の部隊にいた。今まで見た中で最高のマッ。ナイト・タラ・アストリン、 BOS 偵察チーム 429α、 シリアルナンバー3431。ディストレスパルサーを発信してから3時間、パラディンやファリスからの応答はない。奴らのターゲットは沿岸の衛星アレイだった。射程外かもしれない。命令はこの陣地を何が何でも守ることだった。陣地は全て制圧された。このドアももう長くは持たない。パラディン・ブランディス、ご一緒できて光栄でした。最後まで兵士だった。よくやった、ナイト。キャンプで防御を固め、
戦勝基地を決定。やった。何も置いていくな。これは全く安全じゃない。すぐにでも身を隠せる場所を探さなければ。機材は何らかの理由でここにある。その理由を最後。
フィールドスクライブ・ファリス、偵察チームの一員だった。ファリスだ。パラディンがいなくなってから2時間経った。足からの出血を止められない。弾丸が動脈に当たったに違いない。ブランディス、もしこれを聞いたらアストリンの元にちゃんと戻れたことを願っている。ああするしかなかった。北のバンカーに行ってくれ。生き残れ。それが一番大切なことだ。通信システムを利用しようと冷静。あなた何か欲しそうにしてるわね。どう、当たってる？誰だ？私はスタッシュ。皆さん御用達の旅する薬品商よ。取り巻き連中のことは心配しないで。ちょっと過保護なのよ。スタッシュ？どうしてそんな名前に？薬にハマってた親がつけたの。隠した薬って。でもぴったりでしょ。それじゃ何にする？見ていってよ。売ってるものを見せてくれ。あなたの欲しいものならきっとあるわ。妙な真似はなしだ。動くな。一歩でも動いてみろ。動いたらそのクソったれ頭をぶっ飛ばすぞ。パラディン・ブランデス。誰なんだ。誰に派遣された。どうやってここに入ってきた。落ち着いて。ここで話をするだけだ。話す？どうして。誰に派遣された。ここで何をしているんだ。ダンスだ。パラディンダンス。私がわかるか。ダンスか。嘘だ。違う、まさかそんなはずはない。どうして、なぜここにいるんだ。偵察任務のため同じように連邦に派遣されたんだ、パラディン。どうしてここが分かった。ずっと一人だったんだ。一人ぼっち。もうずっと長い間。あんたのチームが残した救難ビーコンをたどってきた。ここが分かったのはホロテープのおかげだ。仲間が。彼らに何があったんだ。パラディン、彼らは死んだ。タグを回収した。そうなのか。ありがとう。すごく嬉しいよ。みんなのところに戻ろうとしたんだ。できることは何もなかった。何一つも。でも願っていた。ここを見つけるためにたくさんの苦労をかけさせてしまった。何かお礼をしないと。何年もの月日をかけてたくさん収集してきたテクノロジーだ。ガラクタだよ。欲しいものがあったら持って行ってくれ。一緒に帰るんだ、パラディン。今でも BOS の一員じゃないか。なんだって。いや、ダメだ。それはできない。こんな風に全てが起きた後では無理だ。ここでずっと何をしてたんだ。偵察をしようとした。少しばかりの探索を。
でも一人きりなんだ。あまりにも手に負えなかった。危険が多すぎるんだ。だから隠れているんだ。もうずっと3年かな。そう、そうだ、そのぐらいだ。長い月日が経った。大丈夫そうか？なんとかなる。隠れることにはすっかり慣れている。それに戦うことも誰にでも何にでも。パラディン、 BOS が必要としている。そろそろ報告に戻ってもいい頃だ。できない。もう昔の話だ。役に立たないだろう。あんた以上に連邦のことをよく知っている人は誰もいない。力になってほしい。あまりにここに長くいすぎた。自分が自分じゃないんだ。それでも受け入れてくれるだろうか。 BOS はチームの犠牲者を追悼する。仲間の物語を伝えるのはあんたの役目じゃないのか？もし戻らなかったら、仲間の犠牲は、チームが経験した全てのことは忘れられてしまうだろう。そんなことはさせない。戻ろう、仲間のために。わかった。じゃあ準備をして空港に向かおう。ありがとう。いろいろと感謝している。偵察チーム 429α、 最後の報告だ。任務は失敗した。侵入の6時間後、仲間が奇襲された。5人のナイトを失い、予備のパワーアーマーも使い果たした。略奪されないよう武器を壊した後、攻撃を受けながら退却した。供給品も置いてくるしかなかった。残っていた2人のメンバーとも1週間ではぐれた。2人とも行方不明だ。安否も不明。冷静に対処してくれた。アンカーで2人と会えて連邦から脱出する方法が見つかればいいと思っていた。まだ終わってないぞ。でも誰も来なかった。うまく対処してくれた。BOS は彼を再び迎え入れるのか？そういうわけじゃない。再び任務ができるようになるまで監視下に置かれる。それでも彼の経験と連邦についての知識は貴重な財産だ。拒絶されることはあるまい。キャプテン・ケルズはこの件を聞きたがるだろう。報告をしに行こう。報告を頼む。行方不明の偵察チームに関する調査を完了した。生存者はパラディン・ブランディスだけだった。ブランディスは彼に何があったんだ？彼のことが心配だ。被害妄想に苦しみ不安定になっている。特に驚くこともない。ずっと一人きりだったんだ。おかしくなって当然だ。 BOS に戻るように彼を説得した。よくやった。BOS での生活に再び慣れるのは簡単ではないかもしれないが、彼の経験は役に立つに違いない。結構他に何かあるか？ BOS は彼らをどうやって追悼するんだ？彼らは勇気を持って任務に立ち向かってくれた。誇りを持って圧倒的な不利な状況と戦った。兄弟として共に生き、そして死んでいった。 BOS の一員であるということはそういうことだ。彼らのホロテープが欲しいか？ありがとう。近親者に届けるように取り計らおう。以上だ。エルダーのために詳細な報告書の準備をしよう。ひとまずは新しいアーマー一式を用意させてくれ。装備することを誇りに思いたまえ。ナイト、容易な任務ではなかった。
上出来だ。ところで対処すべきさらに差し迫った問題を抱えている。空港の供給倉庫から供給品が消えたとの報告を受けた。内部の犯行の可能性があると見ている。内部者の犯行か。誰の仕業か目星はついているのか。これが我々が話していた反逆だ。こういう場合確信があるかないかのどっちかだ。それまでは全員が容疑者だ。この調査を引き受けてほしい。基地にいるナイトサージェントガビルに出頭せよ。物流部の指揮官だ。彼が部隊と補給施設について説明する。あとは自分の判断に応じて調査を進めていい。調査結果は直接報告に来るように。いいな。他に知っておくことは。ガビルが詳しいことを説明する。しかし個人的な見解からすると、一番奇妙なのは盗まれたものだ。食料だ。食料だけが盗まれた。このことをどう考えていいのやら。だが大変興味深い。キャプテン、他にアドバイスは。全ての手がかりを当たってくれ。とにかく不審なものを探すんだ。どんなに些細なものでもいい。だが次のことを頭に入れておいてくれ。反逆は重罪だ。もし BOS の人間の犯行であれば、行動に移る前に証拠をつかむ必要がある。調査のことは秘密にした方がいいのか。もう遅すぎる。噂はとっくに広まり始めている。サージェントガビルと彼のチームが待っている。そうすれば任務はさらに難しくなるだけだ。誰の仕業としてもそいつに準備をする時間を与えることになる。了解。結果を期待している。そのように取り計らうように。解散。おい、続けろ。パラディン、先ほどの話をしていいか。いいぞ。感謝する。これは堅苦しい話し合いなどではなく、ただわだかまりを解きたいだけだ。お互い出会った時の第一印象が悪かったみたいだ。それについて謝らなければならない。しかるべき訓練を受けていない状態で BOS の道徳規範を強要させたのは不公平だった。今順応できているのを見ると、そこまで強く当たる必要はなかった。そう言ってくれるのはありがたい。当然のことだ。イニシエイトの頃、パラディン・クリーグに指示していた。今までで一番厳しい隊長だった。クリーグ隊長は理想的な兵士だった。訓練兵が目指していたもの全てを体現していた。恐ろしいほど忠実で揺るぎない信念を持ち、極端といえるほど勇敢だった。隊長の部隊に配属された瞬間から自分一人だけが違う扱いを受けた。他の兵士よりも厳しくされたように感じた。何年も共に戦い、幾度か危ない時もあった。だけど隊長がなぜあのように私だけに厳しくしていたのかは教えてくれなかった。なぜそうだったかを聞かなかったのか。そう考えたんだが、残念ながら聞く機会がなかった。パラディンに昇進し自分の部隊に移ってから、クリーグ隊長がアダムス空軍基地で殺されたという報を受けた。この訃報は腹を蹴られるぐらい衝撃的だった。兄弟を亡くしたことはあったが、隊長の死は相当こたえた。気づくのに時間がかかったが、クリーグ隊長が厳しかったのは、私が君に対してそうであるのと同じ理由なんだ。君を信じている。そしてその可能性を一辺たりとも無駄にしたくはない。アダムス空軍基地で何があったんだ。キャピタルウェイストランドでは、自らをエンクレイブと称していた反逆者の集まりと BOS が争っていた。ワシントン DC のすぐ近くのアダムス空軍基地の跡地に反逆者たちは移動指揮所を維持していた。 BOS はその指揮所の襲撃の先鋒を務めた。結果として襲撃は成功したが、代償も大きかった。かなりの数の兵士を失った。その中にパラディン・クリーグもいた。彼は歴史に名を残した。そして信じるか信じないかは別として、君もその可能性を持っている。そこまで信頼してくれるなんて光栄に思う。信頼は君が自分の手で得たものだ。これで言いたいことは言った。君にとって意味のある内容であったことを願う。この話は内密にしておいてくれると信じている。
情報には個人的な内容のものも含まれていた。だからできればそのまま個人的なものにしておきたい。少し話をしたいのだが、オフレコで。オフレコで？ダンスらしくないな。だから言いづらいんだ。少し辛抱してくれ。君の指導を任された時、最初はとても気がかりだった。だが結果としてとても価値ある経験になった。お互いにとって。正直な話、 BOS ソルジャーとしての心得についてもう教えられることがないと思っている。態度や言動を見ていてもしっかりと理想を胸に抱いてくれている。何か他に言いたいことがあるようだね。続けて。そうなんだが、こういうのが得意じゃないんだ。最初から話そう。私はキャピタルウエストランドで幼少期を一人で過ごした。そのほとんどを残骸からスクラップを漁って売ることに費やしていた。何年か経って少々キャップもたまった頃、リベットシティに移り住んだ。そこでジャンク屋台を開いた。そこにいた時、カトラーというやつに出会ってな。結構仲良くなって、お互いがトラブルに巻き込まれないように協力したりした。 BOS が募集活動でやってきた時、このろくでもない人生を抜け出す最高のチャンスだと思って2人とも入隊した。リベットシティ、聞いたことがない。戦後にできたのだろう。その通りだ。座礁した航空母艦内に作られた居住地だ。 BOS が来るまではキャピタルウェイストランドで最も安全に暮らせる場所の一つだった。商人としての腕試しには最適な場所だった。兵士以外の姿を想像するのが難しい。それまで天職に就くことを避けていた。とにかくプリドゥエンに配属されて1年ぐらいした時、カトラーが偵察任務中に行方不明になった。司令官を説得しなければいけなかったが、どうにか探索部隊を編成することが許された。3週間ほどかかったが、彼の部隊の居場所を突き止めることができた。スーパーミュータントの住処だった。あのアボミネーションどもはカトラー以外は皆殺しにしていた。運がいいのか悪いのか、ミュータントのクソ野郎どもは FEV を使ってカトラーを自分たちの一員に変えていた。もうカトラーではなくなっていた。やるしかなかった。殺すしか。その義務があった。元に戻す方法は本当になかったのか。 FEV の効果は不可逆だ。できることは何もなかった。 BOS から教わったことをやったわけか。そうだ。理解してくれているようだな。カトラーが死んでから兵士の入れ替わりを見てきた。勇敢だったもの、正直だったもの、中には英雄的だったものもいた。だけどカトラー以外にいい友人と呼べるやつは一人もいなかった。今まではね。嬉しいことなんだが、同時にものすごく恐ろしくもある。つながりができてからその人を失うということ、これは人を変えてしまう。二度とそのような目に遭いたくない。そのようなことは絶対に起こらない。起こさせない。そこまでこの関係のことを強く思ってくれていたとは。混乱しているように見えたらすまない。いろいろ考えさせられる。私がどう思っているかを君には知る権利があると思ったから。出過ぎた真似だと思われても仕方がない。いずれにせよ話を聞いてくれたことに感謝する。